なんだ、今日ね、いきなり焼きそばじゃないじゃんみたいなのはあるね。明星え、おぉ、あ、ローソンで買ってきましたね、これママ。なんでわかんない。袋がローソンでしょ。あ、これね、この袋だとリノもわかる。え、しまうか。これがローソンでしょ。あ、俺これ大好きだ。UFO でしょ、うん、この UFO 美味しい。これはいっぺちゃん普通に。これね、お、豚骨味だって。焼きそばだそれも。はい、はい、また4つある、4つあるうち、はい、全部種類が違います。まずマー君 UFO でしょ。いやだ、これがいい。いっぺちゃんの UFO。 あ、そう。なんだ、なぜ冒険しないの。油そば美味しいって絶対これ。じゃあ音は油そばにし、ちょっとこの人気ないわね。じゃあこれはこれね、明太子とん、明太子なの。いや、食べてみたいけど、ちょっとな、この4つの中でもちょっと、いや、みんな UFO を食べてみたい。やった、すごい。これみんな UFO、 これマヨ付きだよ。これこれ、ほら、ほら、マヨって書いてる、ほら。これは、それはマヨついてない。あと、本当にこれが食べたい。うん、いや、本当に UFO なんだけど、マー君 UFO か。でも、リノが UFO 食べた。あ、リノが UFO。 マー君がリノが好きだったりしてた。 UFO の元祖マヨビームじゃないの。あれ、ちょっとどうなの。 UFO マヨついてないし。マヨビームっていうのなんだっけな。あれ、UFO じゃなかった。 UFO か。マックドナルドパルプ。じゃあ、音はここから開けてね。ここまで開けるの。あ、なに、私が開ける。なんかちょっと色違うね、マック。でも違うでしょ、だって種類が違うんだ。もうね、僕と今年のキャンプのご飯も決めてるんだ。何、シチュー、焼きそば、焼きそば、カップ焼きそば、お湯でこう湯煎するご飯。ああ、と、なんかあれでしょう。あ、ストーブね、ストーブ。唐揚げとか。唐揚げは無理かな。おっと、ストーブね、ストーブ。ビーフシチュー。ビーフシチューもいい。だから持っていけばいいんだよ、作って。で、湯煎して温めればいい。冷やし中華。冷やし中華はいいんじゃない。おっと、ストーブはストーブ。ご飯に時間がかかりすぎて。今回じゃない、前回。去年はね。そして後片付けにも時間がかかってしまう。でも、お湯待たなきゃダメだよ。ん？お湯待たなきゃダメ。カップ焼きそばのお湯ぐらいはすぐ温まるから。今度ストーブ持っていこう。そうだね、ストーブ持っていこう。どうやって持っていく。いや、普通これあれ大丈夫、漏れないやつだから。分かった。豆乳も持っていく。豆乳ほら、プシーってやるじゃん。あれ、豆油だよ。ポリカンポンプ灯油だよ、灯油。灯油も持ってくんでしょ。灯油も大丈夫じゃないの、1日ぐらいじゃ。大丈夫かな。マークメクソついてる取ってあげて。自分で拭き取ってるし。マーク、袖につけちゃダメだよ、メクソ。袖溜めてるんだから、そのメクソ。なんかこれ、縁起あって面白いソースか。ん、なんかこれ、かっこいいソースみたい。かっこよくない。なんでよ、UFO、UFO、UFO、U、U、U、うんこ、F、ふ、ふさふさ。ふさふさなんだ。おこれがマー君の。おくさい。これがおくんの。うんこふさふさ、おくさい。UFO、どう。うんこふさふさ、おくさい。UFO。匂いすごい。うんこ、ふさふさ、おくさい、UFO。 ないな。ママの昨日良かった点は。良かっ
ママ音いないときどういうママなの？極楽極楽え？テレビをいっぱい見せてくれる。何テレビ見てなさいって。邪魔だからテレビ見てなさい。邪魔とは言わないでしょう。言ってるよ。言ってんの？邪魔って。あ、あ、あ。もう入ったか。来てるんじゃない？もう入ったんじゃん。ソースのせるんだよ、あっちいいよ。ソースのせるんだよ、マー君。で、マヨある人はマヨものせて。はい。マヨが、おー、下にで。あ、クミ、忍者最終回だよ。多分ね、最終決戦って書いてたから。さあ、誰がラスト忍者になると思う？ラスト忍者って。ラスト忍者目指してきたじゃない、みんな今まで。違うの？あ、タカハル。タカハルね。タカハル。僕はね、多分タカオとかな。何？何？バーって二忍者こうやって見ててさ、新しい二忍者です。炊飯ジャー、トーって言って音出てきたらどうする？面白くない？炊飯ジャー持ってるのこうやって。3号、いつでも3号。どう？もうこんなに出るかもしれないよ。マジで面白い。マジで面白いか。はい。じゃあ巻くの。ユーフォーリーのか。匂いでわかる。匂いでわかる。いやそれわかるでしょ。もう終わったよ。それリナの好きな匂いでしょ。いっぺちゃんだんだん。あ、やっぱりいっぺちゃんみたい。俺、いっぺちゃん大好きなの。これ誰？あ、これリナだ。おとちゃんっていうやつは。クイネでしょ。たたたたた。おと待って。髪を剥がさないで。なんで？剥がしたいの？じゃーん。これリナなんだよ。これがリナなんだ。みっちーよ。これ、いっぺちゃんって名字？うん。いっぺちゃん名字じゃない？あー、僕のいいねよ、いっぺちゃんだ。え、リノバは UFO、音は最高。はい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 、僕マー君。かわいいね。気に入ったのそれ。あ、いいんだよ、もうやっても。食べてもいいの？うん、食べて、ちょっと作って。ソースいい？ソースか。うん、そうっすね。よし。こう、一回こう持って、こう、上にこう持って、うん、リナのも混ざってんじゃない？あれは？マー君全然混ざってないよ、それ。どう？もういいね、さすがプロ。みんなで今日も半分半分で食べて。うん、まずは自分のちょっと食べてみよう。それではお願いします。いただきます。ベロンベロンベロン。うん、どうだろう、初めてだな、これ。なんか辛そうな、辛そうな感じする。うん、全然油そばじゃないと思う、これ。なんか寒い音。リノの美味しい。辛い、これ。うん、リノの美味しい。どうだろう、これ油そばではないと思うな。これは美味しい。うん。マー君は？なんか音が寒いよ、それ。音に来てるよ、それ、ふーって。うん。いやな。効果のタイミングする。これ、UFO でしょ？ UFO は美味しいよ。
マックン、はい、交換タイムだよ。ん、食べた食べた今、うん、どうそれ、おいしい、おいしそう、あんまりな、はい、熱い？十分美味しい。おいしい。ありのな。なんでこんなに食べちゃうのさ。何って全然食べてないよ。ここの一番美味しくない、美味しくないって言ったら。じゃあ一番美味しいの。多分マークの方が一番美味しいんじゃない。え、いつも食べてるリノのいっぺちゃんだよ。そうじゃない。音何好きって言ってたっけ前。バゴンだバゴン。なんでバゴン買ってこないんだろうママ。バゴンだ。ないそんなもの。チョコとかなかった。クリームなんてその時代ない。チョコは。あるか。大丈夫。うん。大丈夫。一体誰なんだろう。スポンって言おうとなったけど。一体誰なんだろうね。何が。リノたちは生まれるずっと昔この地球を作ってくれた人って誰なんだろう。おっと。おっと。え？おっと神様が作ってくれた。神様じゃないよ。おっと。いた。いたいた。私だって言ってね。私は元会社で社長さんなんでしょ。その私はお前だ。CEO だよ。音見てて。あなたと。おい、僕なの。ちょっと食べた。私だ。ちょっと食べてあげるって何？ちょっぴりだけでいい。食べたいんだよ。ちょっとちょうだいでいいのに。ね、ちょっとだけ。マルコが。マグ、ちっちゃい。焼きそばとハンバーグとカレー。焼きそば、焼きそば。そうか、え。やっぱり俺マヨネーズかけなかったよかった。そう、まあそういう人もいるよ、うん、どっちかというとマヨネーズ派。夫はどっちかっていうと最近塩焼きそばいいよね。キャンプでも塩焼きそば美味しかったでしょ、うん、ね、ソースより、まあソースも美味しいけど。ママってあんま焼きそば食べない。ママ、うん、甘い焼きそばあんま好きじゃないんだよね、ママ。ママの顔の会社で食べるご飯なんだろう。今日のなんかケンタッキーのなんだっけ。フライドチキン。レッグなんとかって言っちゃう。カラプラ。いけるね。いけるんじゃない。あ、じゃ、まあ全然だね、マス君は、うん、そう、美味しいよ。クタクタで、うん、なんか今クタクタってクタクタして美味しくない。それタプタプして美味しい。多分それ君でしょ。なんなんだよ。そのタプタプじゃないもんね。あ、ブヨブヨか。マグ食べれそう？全部？そうでしょ。うわ、すごいね。さすがプロ。
でも暗号とか汚い、それそんなのプロじゃない。音みたいに、音みたいにほら、レジェンドだろう、ほらレジェンドはこうやって食べるんだよ。ね、よく美味しくないの食べれたね。いや、美味しくないわけではない、別に。今ちょっとそれも。レジェンドはね、何でも食べるんだよ。キャベツたっぷりもね。今日キャベツカレーだからね、覚えてなさい。今日キャベツカレーリクエストしたからな。ひどいよ。俺もキャベツカレーにしてよ。マークもキャベツ好きだから。おい、野菜がいい。野菜、うん。マークはお肉食べてね。おっと、野菜カレーって言うの。うん、おり野菜自分のものにしないで。おっと、今喋ったでしょ。おり野菜カレーです。あー、ほら、それじゃレジェンドになる。レジェンドじゃなくてもいいの。レジェンドになると豪華商品あるんだよ。ティッシュかなんだでしょ。ティッシュなわけないでしょ。トイレットペーパーだよ。何でしょ。俺も苦しくなる時ある。ギブアップ、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 まずギブアップ、それギブアップ、え、ゲップ。ギブアップギブアップギブアップって言ったら、ノー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 って言わないと。ギブアップ、ノー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 、まだまだ、オッケーオッケーオッケー、ファイファイ。苦しい、苦しい。でも買ったよ、ちゃんと口拭いて。マー君食べながらお口拭くのやめてもらっていいですか。ギブアップギブアップ、ノーノーノー、ファイ。ギブアップって聞いたら、オッケー、アイムソーリーって言えばいい。じゃあカン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 だよ、終わりだよ。うんじゃねえんだよ。ギブアップ、ファイ。怖いってどういう、ファイ、ファイトって。なん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 、まだいけるの、まだいけるの。いや、もういけるよ。いける。左手は、え、いけるんだったら、ノー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 って、ノー。ニキビは潰してはいけないよ。よ、はい、よだよ。よ、よ、喜べ私の未来。おお、すごいね。い、絵だよ、絵。え、う、え、喜べ私の未来絵。未来絵、すごいね。え、え、なんかある。エモーションプリーズ。ずずずずっこけても頑張ろう私たちの気持ち。ちょっと無理あるんじゃない。いいじゃん。ちち千代の富士。何それ。ちちジーンと感動する話。し志保のケツ。ハホじゃないんだってマグス。だからゲップ出んじゃないの、空気食べてるから。空気飲んでるからだっけ。つなごう私の先生せ。あ、つなごうはいいと思うよ、いいフレーズだと思うよ、うん、つなごう、いいね。うだよ、う、うんこしよう、うんこしよう、う、う、馬に乗れパカパカパカ。感動するそれ、うん、か。馬に乗れてよかった。蚊に刺される音かな。なんだよな。ジンコちゃんせんべい。え、え、え、いいだよ、ジンコちゃんせんべい、いいだよ。あ、せんべいだ、絵だ。ギブアップギブアップ、あれあれあれ、ちょっとギブアップじゃないの。エベレスト。おお、すごいね。とトマト。ギブアップ、集って言った。ギブアップして、ギブアップ、ギブアップ。いやいや、ギブアップでしょそれ。ギブアップ。おっと、一回休んでね、おしい。じゃあ焼きそば、高速焼きそばゲームやるよ。いい、焼きそば、焼きそば、これを早く回す。マー君にはできない。マー君にはできないかな、赤ちゃんだから。できじゃあやってごらん。
焼きそば。ジョンちゃん、やって言ったら音木でしょ。木って言ったらじゃあ次そうだよ。だからこれを指さすの。そこまで難しいかな。やって言ったら木だ。木って言って音を指してごらん、指で。そう。で、バナン。おでわおで。マークにはできない。分かった。はい、マーク、練習。はい、や。木。や。ちゃんちゃん、リノ見てないと。指さされたんだ。や。木。違う。マークさしてるでしょ、と。行くない、ダメなの。これがゲームなの。難しい順番にするやっぱり。や。こうするか。じゃあ、音からリノ、リノからマークにしよう。や、き、や、き、そ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 、や。バだよマー君、バだよバ。この10倍早く回さないと。焼きそうになってる。